生命保険の加入率がぶっちぎりで一番低いのが沖縄です。ああ、沖縄です。そうなんですか。ぶっちぎりで一番低いよ。なんでやと思う？年取ってもさ、みんな普通はさ、はい、自分が年取ったら、はい、誰も助けてくれへんと思ってるんよ。なるほど、うん、そう思ったら、はいはいはい、うん、お金がな、自分が死んだら、もし病気になったら、入院したら、そしたらお金のこと不安やわ、不安やわ、結局な、人付き合いが浅いんよ、みんな普通は。けど沖縄の人たちはさ、なん来るないさーの感覚なの。もうイチャリバちょうでーなわけよ。出会ったら兄弟から始まんねんから。出会ったら兄弟、なるほど。そうそうそう、はいはい、出会ったら兄弟のことイチャリバちょうでーって言うんやけど、はい、なんで、年取ってきても、みんな沖縄の文化はおじいおばあ、おじいおばあって大事にするやん。で、うちのおばあはこんなおもろいこと言う、こんなおもろいおじいがおってとかって、じいちゃんばあちゃんになってもバカにしたりとか、老人ホーム入れたりとか、沖縄の人はせえへんねん。そんなん家で面倒見て家で死なしてやりたいっていうふうに思ってたら生命保険なんか入る必要ないやろ。なるほど。だって俺の周りには俺を一生懸命世話してくれるやつがおるっていうことが言える人は世話をしてきたからさ、世話をしてきたから自分は世話してもらえるっていうことを信じられるんよね。なんで今も世話してきてんねんから自分も世話してもらわれへんと思えてくると最後に頼れるんだ、なんだお金しかなくなる。やっとそうですよね。いい意味で安心してるし、いい意味で危機感がないということですよね。だからそういう意味では本当にね、あのこんな優しい人たちが世の中にいるんだっていう中学生が来たら言うんですよ。僕人信用できるようになったって別に言わしてるわけじゃないよ。中学生がほんまに心底からそれ言ってる時に、あ、やっぱ石垣島って子供にこうサクサク入っていくなんかあんねやろうなと思って、ほら昼間からさ、もう上の白いシャツとかも汗でベトベトになってで捨ててこう履いてさ、歯抜けてしてるのが子供になんか説教したりしてんねん。でおっさんが説教すんなよとか思うけど、でもなんくるないさみたいな感じなのかな。優しいですよね。でもそんなちいちゃんが海シュー潜ってってからしてバーって魚ついていたりとかすんねん。なんかじいちゃんめっちゃかっこええやんみたいな。笑顔が多いのがやっぱり沖縄やなと思うしね。笑顔が多い、笑顔が本当に多い。みんなずっと笑ってる。だってうちね、研修で働きに行ったりもする、研修してるでしょ。でガソリンスタンドで前働きに行った時に、あのね、車のガソリンね、軽油とガソリン間違えたらえらいことになるんだけど、間違えて入れたの。そしたらお客さんの車やし、えらいことになるねんけれども、それ何くるないさで収まったからね。いいさいいさ、僕が何とかしといたから。普通君やろと思ったけど。でその、まあ、よくミスするんですよみんな。ボンネットとかで棒立てるでしょ。ボンネットね、棒立てるね、はいはい、棒立ったままスッバーンになって突き抜けてしまったんです。それもね、それも何くるないさで許してもらえた。いや、客の車ですよねって事後報告でそれ言われて、なんて心おおらかなんだと思って、だいぶ救われましたけど。でもね、本当にでも石垣の人たちに触れさせたいですよね。いつも笑ってるし、まあもちろんね、あの怒る時もありますけれども、でもやっぱりね、常にね、みんなそういうこともあるから気にしなくていいさっていうようなことを言ってくれる、そのダイレクトな言葉が嬉しいんですよね、みんなね。いつも叱られてたり、こんなことしたら失敗するぞって言われてた子が、やっぱりこう、ね、失敗したくないっていう子が多いんですよ。こうなれば成功論で子供を育てる子が一人で多いんで、だからもういろんな失敗を重ねて重ねて重ねた先に成功があるんだよっていうことをね、やっぱ教えてあげないといかんなと思うんで、そういう意味では石垣島はどんだけ失敗しても許してくれる場所なんで、ノリがええし、なんかもうアホになるっていうかな。それはまあお前の得意分野やけど、あの偉いさんでもさ、何かやったらすぐもう、やさっさーってこうやってもうすぐわーし踊り出すやん。めっちゃ甘いですね。スーツ着てないよね。あ、着てないですね。石垣島の人、一人もスーツ着てない。ガリウシや。ガリウシウエア。スーツ着てない。へぇー。え、質問着てないの他に。みんな聞き入っとるんですよ。コメントほぼないですよ。